ベトナムのエースコックベトナム警戒カップ牛肉味、揚げ麺に粉末スープと調味料、フォークがついており、価格は最初から入っています。麺は幅 2.5 ミリの扁平断面で、輪郭ははっきりしています。ベトナムの即席麺としてはタピオカなどのでんぷん添加が少なそうで、日本の安いカップ麺と似たような食感です。重量感はあまりなく、揚げ物の香ばしさも弱めです。スープは日本でいう激辛の領域に入り、食べた瞬間にくしゃみと鼻水が出ます。甘さも結構強く、軽い酸味があります。牛肉の香りが出ていて、旨味もかなり強めです。何でもかんでも強い味ですが、その分ちょっと後味の悪さも感じます。ブヨブヨした大豆タンパク質のチップはありがたみにかけ、コーンの粒は妙に大きいです。激辛の牛肉味ですが、韓国系の味と比べ甘さや香ばしさが強い反面、味の隙間が目立つように感じました。みんな大好きトントン。